第11代、リーズ公爵ジョン・フランシス・ゴドルフィン・オズボーンは、イングランド貴族。1901年から1927年まで、カーマー前公爵の儀礼称号を使用した。第10代、リーズ公爵ジョージ・ゴドルフィン・オズボーンと、妻キャサリン・フランシス、1862年9月5日、1952年12月6日、第2代ダラム伯爵、ジョージ・ラムトンの娘の息子として、 1901年3月12日にイタリア王国のボルディゲーラで生まれたイートンカレッジとケンブリッジ大学ジーサスカレッジで教育を受けた1927年5月10日に父が死去するとリーズ公爵位を継承したしかし父がギャンブルにより多額の負債を残したため1930年に所領のホーンビー状を解体売却せざるを得ず 自身は南フランスのコートダジュールに引っ越した。1933年3月27日にイルマでマルコゾーニと結婚した。イルマはセルビア人のバレエダンサーだったがアメリカの富豪フランク・アッサートン・ハワードと駆け落ちしたため、二人は1947年に離婚した。リーズ公爵は1948年12月21日にオードリー・ウィリアムズと再婚して、 一条を設けた。リーズ公爵は、オードリーと共にジャージー島に引っ越したが、オードリーが、このエレン隊の士官と不倫関係を持ったため、二人は1953年に、離婚した。リーズ公爵は1955年2月22日に、キャロライン・フルール・バッチャーと再婚した。リーズ公爵が売却した、フランシスコ・デゴヤによる初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリーの肖像が、 1812年から1814年頃の作品。1961年、フランシスコ・デ・ゴヤによる初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリーの肖像画をオークションで売却した。アメリカの美術収集家、チャールズ・ビアラー・ライズマンが14万ポンドで落札したが、イギリス政府が介入して、アメリカへの売却を阻止、代わりに政府が同じ金額を、 リーズ公爵に支払って絵画を購入するとした。絵画はロンドンのナショナルギャラリーで展示されることになったが8月21日に盗難された。以降しばらく行方不明になり王立芸術院会長を務めたことのあるサージェラルド・ケリーが1964年に絵画がゴヤの作品ではないと主張する事件も起こった。1965年初 デイリー・ミラー紙の編集部が犯人に絵画の返還を呼びかけるキャンペーンを始め、犯人はこれに応じて同年5月5日に匿名で絵画を返還した。ただし、リーズ公爵自身は1963年に死去しており、絵画の返還を見ることはなかった。犯人は1969年7月に自首し、絵画を盗んだことは認めたが、窃盗自体が目的ではなく、 自身の政治キャンペーンへの注目を集めることが目的だった供述した。結局、犯人は絵画の窃盗では無罪になり、額縁の窃盗でのみ有罪となった。1963年7月26日に死去、娘しか儲けなかったため、爵位は祖,祖父の弟の孫に、当たるフランシス・ダンシーゴ・ゴドルフィ・オズボーンが継承した。娘カミラによると、第十一代リーズ公爵には、 人生の目的が全くなかったという、ありがとうございます。